ソフィアン・フェグリは、フランス・オード・セーヌ県ルバロア・アペレ出身のサッカー選手。ガラタ・サライ・ SK 所属。ポジションは MF。グルノーブルフット38のユース出身。2006年にリーグデビューを果たした。3歳年上で、ユース出身の若手だったシャイル・ベルガズワニの後継者として期待を持たれる中、2007から08シーズンはスタメンに定着した。 チームのリーグアン昇格に貢献した。チェルシー FC、リバプール FC、アトレティコ・マドリード、オリンピック・マルセイユから関心を持たれるもチームに残留し、リーグアンで経験を積むことを選択した。2010年5月20日、チームの二部降格と契約儀礼を機きに、バレンシア CF に移籍した。バレンシアでは、出場機会に恵まれず2011年1月28日に、 UDR メディアへレンタル移籍した。2016年6月14日、プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC へ自由移籍で加入した。2017年8月14日、ガラタサライに425万ポンドの移籍金で完全移籍した。フランス U-17 代表と U-21 代表の経験があるが、2011年10月25日に、 フェグリは11月に開催されるチュニジア及びカメルーンとの親善試合のメンバーとしてアルジェリア代表に初招集された。2012年2月29日のガンビア戦でアルジェリア代表デビューを果たし決勝点となる代表初得点を挙げた。2014年大会 FIFA ワールドカップに初めて出場した。グループリーグ初戦のベルギー戦では 1986年大会の北アイルランド戦のジャメル時ン以来、アルジェリア代表としては7大会ぶりのゴールを記録した。ありがとうございます。